まあいいや、こっちに駅があるんやで、こっちに行けばいいや。あ、ローソンはありますね。でも確かにローソンですね。仮眠でね、むさぶるというのもね。これ富田林西口駅、こういう駅もあるんですね。ここですね。あ、ちょうど駅間散歩になりましたね。駅間散歩でってことにしておきましょうか。富田林か富田林西口、これ近鉄やっぱりですね。駅の間が詰まってるんでやりやすいな。ただこっちはどっちかというと住宅街なんか、そんな感じですよね。ぽつりと宿ないかな。そんなむしろいい話はなさそうでしょ。ですし、あるんだったら、ね、ブッキングドットコムとか楽天トラブルで調べてみたときに、出てくるはずですから。あのあたりでね、調べて出てこないってことないでしょ。ただし、これは安いですね。100円ドリンク。あ、すごい。ペットボトルも100円や。なんで、普通、70円のやつもあります。へぇー。これ、大阪ってそうですよね。100円って書いてあったら、一番高いのが100円ですよね。100円かなとかっていう表記使わないですよね。なんか、損した気分になるからなんですけど、お、100円やと思ってみて、150円ね。ペットボトルでも150円とかってなるとか、何が高いやんかってなるから、なるのか知りませんけど。で、さらに100円って言って目引いてね、行ってみたらさらにそれより安いのがあるってね。70円って安いですよね。まあ今ちょっとね、買っちゃったところなんであれですけど。チェリオは100円ですよね。チェリオは100円。チェリオは80円で売ってるところ、四日市にあるんですけどね。あの、一般の方が入れないってことですんで、ご紹介することができないのは残念ですが。あ、って言ったら今日違うわ。あの、なくなった、あの、変わったんでしたね。そういう自販機が。ただ安いのは安いんですけどね。もう今度はサンガリアがありますね。チェリオサンガリア、もういかにも大阪って感じですね。それもそんなはず、ここはもう大阪のど真ん中ですから。やっぱし100円だ。今だけってなってるけど、もうずっと100円なんでしょうね。何年前から今だけなのか分かりませんけど、しかしまあ安くていいことには変わりはありません。しかしここめっちゃ細いですね。あの、歩道がすごく分かれてるので歩きやすいのは歩きやすいですけど、ここは小学校かなんかかな、出場とかなんかいっぱい書いてありますけど、あ、中学校か、第一中学校。へえ。昔ながら細いカーブになるところでこういうのありますよね、たまに。あのね、通の白塚の方に行ってもね、旧道のところにあるんですけどね、まあなかなか車で走ると見えん、じっくりと見ることできないんで、いいですね。実際見やすいかどうかはちょっと別なんですけどね。気は何もなさそうかな。こっち行った方がいいかな。これ暗いけど分かりますかね。なんかすごい、なんかえらい高い塔が。あ、これもしかして、ね、夜ちょっと暗くて分かりにくいですけど。これがあれなのかな。BL 教団のあれかな。建物なんですかね。あ、そっか。高さが高いからちゃんとあの、四日市のコンビナートの、あれと同じで、航空識別できるね、高さの表示灯があるんですね。へぇー。ちょっとすいません。ちょうど光のパレンギアもあって、全然ね、カメラには映ってないかもしれませんけどね。いや、でかいですね。私の想像以上に本当に何もないですね。あっちが、街道なのかな。車がよく走ってますけど。街道があって、こっちから行った方がいい。そうかな。あれ渡っていっちゃうと、本格的に近鉄駅の方に戻れなさそうですね。よいしょ。富田林西口の次も、そんなに遠くなかったはずですけど、あ、餃子の王将とかがあっちにあるんだ。でっかい王将やな。この奥ですかね、これ。この、まあ見にくいですけど、奥の建物全部王将なの。でかいな。ちょっとあっちの通りだけちらっと見てみましょうか。もしかしたら、夜を明かすことができる場所があるかもしれません。なんとか撮影ができないことがないかもしれませんからね。と思いましたけど、あんまりなさそうですね。
戻りましょう。ちょっと潔く。今度はこれは、府立、江南高等学校でいいのかな。大阪府立江南高等学校ってあるんですね。あ、そういえば、ちょうどね、これ撮影してる日はね、センター試験の日、1日目なんですよね。乗ってきたね、電車にもね、やはりいました。センター試験1日目が終わったって言ってね、どうやったってね、いろいろ、愛してる声とかも聞こえてきましたけどね。まあでも、うちの車両に乗っとった方々はね、皆さんは結構優秀な方が多かったみたいですね。私のように、ね、30点、40点とかで、ヒエーとか言ってた人間と全然違ったもん。普通になんかね、世界史は90点以上とかね、なんか、いうような話とかしてましたからね、すげえなーって。いや、まあ、でも、世界史で100点満点で94点とか、すごいですよね。そんな、もしかしたら、結構進学校がこの辺りにあるのかな。まあ、ちょっとわかりませんけど、たまたまね、乗ってきた電車がそういう感じだったのかもしれません。乗ってきた電車といえばね、大阪の電車らしいなと思ったのが、本当にね、同じ車両におばあちゃんが乗ってたんですけどね、びっくりしましたね。本当にアミちゃん持ってるんですね。いやあのね、最近環状線とか乗ってたら、見かけんくなったなと思いましたけどね。いやー、健在でした。大阪、南大阪線はね、アミちゃん、しかもね、面白いのがね、こっちの人の特徴なのかもしれないですよ、あれ。私らの方って大体アミちゃんって言ったらね、袋、アミちゃんのね、カスガイキャンディーやったらカスガイキャンディーの袋も取って、はいよって人はいますよ。そういう人はいます。まあ、2種類ぐらい持ってどっちにするみたいな人もいますけどね。もうね、ジップロックの袋に、いろんな種類のやつを入れちゃってね、はい、好きなの取りって感じのね、やり方なんですよね。もう、すごいですね。あそこまで行くと、在庫品揃えもすごくて、もうアミちゃんマイスターですよね。さすが大阪と思いながらね、乗ってきてました。